ローンパインコアラサンクチュアリは、オーストラリアクイーンズランド州の州都ブリスベンの郊外へ直線距離にして南へ 7km ほどのサバーブであるフィグツリーポケットに位置し、ブリスベン側に面する。世界最長の歴史を持ち、世界最大のコアラ保護区である。1927年設立。コアラが130頭以上飼育されているほか、カンガルー、ウォンバット、ハリモグラ、 タスマニアデビル数種の爬虫類など、オーストラリアに生息する動物が飼育されている。ある程度のお金を支払うことにより、コアラをはじめ、ヘビ、イリエワニの子供、猛禽類などを固定した状態で写真を撮影することができる。さらに、追加料金を支払うことによりカレンダーやポストカードを作ることも可能である。ただし、コアラは非常に敏感な動物であるため、 クイーンズランド州の規則により、コアラ1匹に対し抱くことができるのは1日30分までで、さらに4日置きでなければならないという規則が設けられている。園内一定区域では、カンガルーやワラビーなどが放し飼いにされており、観光客が餌を与えることもできる。また、コアラを干渉しながら休息できるエリアもある。エミューやヒクイドリ、ワライカワセミ、キバタンなど、 オーストラリア固有の鳥類も多数飼育されているほか、クジャクがサンクチュアリ内、もしくはサンクチュアリ周辺で話し飼いにされている。日に3回、シープドッグショーが模様されているほか、カンガルーへの絵付け、五色性がいンコへの絵付けなども行っている。また、英語圏の幼稚園児から高校生向けに、もしくは英語が第2子と語である学生向けに、複数の教育プログラムも作られており、 野生動物に関する教育にも力を入れている。18歳以上には、1日の、飼育員トレーニングプログラムが用意されている。ブリスベン市営バスである、トランスリンクが、市中心部から、ローンパインコアラサンクチュアリまでのバスを運行している。クルーザーが、シティの南側、ブリスベン側を挟んだ、サウスバンク公園付近から1日1を往復している。 1> 約1時間30分ほどで到着するが、途中、ブリスベンの歴史的な建物や、サウスイースト、クイーンズランド地域では、最大級のオオコウモリ類の生息地であるインドロピリー島などを川から見ることができる。自家用車、レンタカー、タクシーなどで、ブリスベン中心部からは、約20分で到着できる。また、ブリスベン中心部やゴールドコーストからのツアーも、模様されている。 園内には来園した有名人の写真が多数飾られており、ジャッキー・チェニア、ジャネット・ジャクソンといった著名人は元より、ベッキーや妹綾子もある。園内売店にて2ドルで購入可能。ありがとうございます。